こんにちは。昨日の動画でお話ししましたように、8月13日に楽天モバイルから POVO2.0 への MNP の申し込みをしました。申し込んだ SIM カードなんですけれども、8月15日の夜に届きました。今回は SIM カードの開封、実装、そして通信速度をチェックしていきたいと思います。まず最初に商品の開封をしていきたいと思います。届いたのはこちらになりますね。では開封していきますね。入っていたのはこれだけですね。結構強力についてますね。中身はこれですね。これはあれですね、いわゆるSIMピンですね。そして、ウェルカムポボスターターガイドですね。利用開始までの流れと、利用開始までの流れが書いてありますね。以下の手順で利用開始の設定を行ってください。ステップ1で SIM カードの有効化、ステップ2で SIM カードの挿入、ステップ3で通信の利用設定。利用設定、通信の利用設定は iPhone、iPad と Android では異なりますね。私は Android なんですけども、 Android の場合はいわゆる APN 設定を行います。そしてこちらは、マルチ IC カードマニュアル取扱説明書と書いてありますね。IC カードの取り外し方とかですね、あとは注意事項ですねが書かれています。そしてこれが SIM カードですね。先ほどですね、これですね、この動画なんですけれども、スマホで撮影しているんですけれども、スマホで撮影している時ですね、熱によって温度が高くなって動画がストップしてしまいました。こちらがですね、SIM カードになります。反対側にですね、ちょっと番号が書いてあるので見せられないんですけども、設定するときですね、この番号を使って登録するようになっています。入っていたものですね、これが全てになります。次に SIM カードの有効化を行います。これはアプリと SIM カードのバーコードを利用します。これですね、今ポボのアプリを立ち上げているんですけれども、ここにですね、SIM の有効化っていうのがあるんで、これを押しますね。切り替わりますね。続けると。で、バーコードをスキャンしますね。バーコードをスキャンする。許可ですね。で、バーコードをスキャンします。で、SIM カードを有効化します。
で、完了するとメールが届くというようになってますね。SIM カードの有効化なんですけれども、すぐにですね、メールが届きまして、有効化が完了しました。次にですね、SIM カードを実際にスマホに実装して、スマホの APN 設定をしていきます。その後に発信テストと実際にインターネットに接続できるかをチェックしていきたいと思います。今スマホですね、電源を切りました。あとこちらですね、SIM を取り出したいと思います。ナノSIMなんで一番小さくていいと思うんですけど、これでいいですかね。楽天の入ってますね。これはですね、後で返却しないといけないんですけども、APN 設定ですね。APN 設定をしないといけないんですけども。一応ですね、SIM は認識しているみたいですね。ここにですね、追加していきます。こちらですね。設定ですけど、名前はポポ 2.0 ですね。そして APN は pobo.jp。 あと APN プロトコルが IPv4、IPv6 ですね。これですね。これですね。
これで OK ですね。で、これを選ぶと。これで、今ちょっとアンテナが立ったんで、多分これでいけてると思うんですけども。これで、いけると思うんですけども、あとはですね、発信テストをしたいと思います。発信テストはですね、111っていうところに電話をかけるとなってます。うまく動いたようですね。発信テストはうまくいきました。では、インターネットに接続したいと思います。今ですね、Wi-Fi を切って、それでモバイル通信をオンにして、Yahoo に接続してみたいと思います。一応接続は大丈夫ですね。やはりかなり遅いですね。128kbps ですかね、スピードは。まあ、通常はこれでインターネットをやるのはちょっと厳しいかなと思いますね。あ、やっと出てきましたね。以上です。次にスピードテストというアプリで通信速度をチェックしたいと思います。一度今ですね、スピードテスト立ち上げたんですけども、こちらですね、ポボになってますね。では実際に測定してみたいと思います。めちゃめちゃ遅いですね。一応アップロードも速度は出てますね。かなり遅いですけど。以上です。いかがでしたでしょうか。POVO 2.0の申し込みから実際に動作させるまで行いました。手順さえ間違えなければ比較的スムーズに進められるかと思います。一応私は今回、サブスマホ用に POVO 2.0と契約しましたので、このスマホですね、利用頻度はあまりないと思います。基本的に今回の契約で、費用はかかりませんでした。なお、180日間利用しないと有料サービスを利用するように連絡が来るとのことなんですけども、実際には180日ぴったりではなく、180日を何日か超えてから連絡が来るようです。もし連絡が来ましたら、有料サービスを忘れずに購入すれば、低コストで携帯番号を維持することができます。このポーボですけども、しばらく使ってみて、また何かありましたら動画でお伝えしたいと思います。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。